そのやっぱこういう職業してたら友達の結婚式で呼ばれるやん大体。まあまあそのね、呼ばれるし、まあ、なんか挨拶してよみたいな、なんかしろはね、しょうがない。普通の人よりもやっぱ喋れるっていうのは思わはるわけよみんな、まあ、スピーチは絶対、ね、で、まあ、やっぱり言っても地元でもさ、まあ、おちゃらけてたキャラクターではあるから、うん、まあ、元気ちょっとなんか喋ってよみたいな、うん、芸人もやってることやしみたいな周りの雰囲気みたいなのもあって、うん、じゃあさ、まあ、やっぱこう披露宴でそうなって二次会とか行ったら、うん、まあ、そのいじられるわけよこういうキャラクターやから、なおさらね、うん、なおさらね、その黙って聞いてないよね、まあ黙って聞いてないし、友達もいじってくるから、うん、あ、この人いじっていい人なんやみたいな感じで、まあ知らん人とかもいじってきはんねんけど、まあまあまあ、それは別にええのよ、うん、慣れてるし、うん、しょうがない、全然いいよって、まあ例えば片桐入り似てるねとか、ヤジが飛ぶわけよ、ヤジ飛んで片桐入りみたいな、いや誰が片桐入りやねんみたいな、うん、エラ張ってんなとか、誰がエラ張ってんねんみたいな、エラは張ってるよエラは張ってるけどね一応突っ込むってことで、うんうん、もうそれはもうしょうがないよ、まあけど、うん、大体ね、うん、別にワンターン、ツーターンぐらいよそんなもん、ああ一人その人がいじってきても、うん、だって知らん人やから言っても、うん、俺その人のこと知らんし、うん、向こうも俺のこと知らんし、あんま大人が初対面でそんないじるってことあんまないから、めちゃくちゃね、うん、でも一回その友達結婚式行った時に、うん、披露宴の時からずっといじられてて、で、うん、二次会ではずっとエラーおいエラーってずーっと同じ人が、そう1回目のエラーには俺も突っ込むけど、もうやっぱ5回6回ってなってきたら、いやもうええやろって、あー、まあそれもしょうがない、しつこないっていうのと、芸人のね、いや、うん、分かるよ、しつこないっていうのと、いや知らんしさみたいな、うん、誰みたいな、まあ、ちょっとやりにくくな、うん、もなるしね、でも俺そこはまだ良かったのよ、5回6回7回いじられんのは、うん、俺が許せへんかったのは、うん、そのいじってきてるやつよ、うん、ちょっとしゃくれてるのよいやそのさ、いいじゃん、お前さいいじゃん、嘘やろっていう、別にマジかみたいな、そのな、何が自分棚にあげて、ようお前俺のことエラエラ、お前がエラっていうことによってシャクレがエラいじってるっていうので、周りこの倍の笑いになってるのみたいな、なお前がいじってる俺で受けてんじゃなくて、いじってるお前がいじってるんやって、お前も笑いを作ってるぞと、お前も笑われてるぞっていうのもあって、で初対面の人やから、まあ7回目ぐらいまでもうこらえた方よ俺も、うん、待って待って、でもずっと来たから、8回目ぐらいにエラーって言われた時に、誰がエラーやねん、大体お前もしゃくれてんねんって言ったのじゃあ向こうがバーンって返してくるからと思ったら、顔真っ赤っからと怒り出して、バーッつって、うん、え、嘘やろみたいな、しゃくれてん気づいてへんかったみたいなそんなアホなみたいななるやん、どんな空気になるの、向こう笑わないの、みんな向こう周りはバーン笑うやん、そりゃそうやん、うん、やっと言ってくれたみたいなそうやねんみたいななるやん、うんうん、でもそいつはそれで受けたからバーンってムカついて、うん、ガーってもう顔真っ赤っかになって、うん、ムカついてそいつが言うたんが、俺1個やけどお前2個やからのどういうこと、ここいやいやシャクルは1個だけどエラは2個、別に俺の方が多いから俺の負けとかないしみたいな、何どういうことシャクルエラ戦争何それ、顔真っ赤にして